それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日すみれ組さんはですね、個人制作が無事に完成をして、みんなでお写真の撮影をしていったんですね。すごい子どもたち一生懸命作ってきたので、なんかずっとみんなで作ってるんですけど、出来上がった作品をお互いに自慢し合ってるんですよ。これ見てって、僕のここすごいでしょって、私のここはリボンつけたんでしょ、かわいいんだよって、なんとお話も聞きながら、こうお互いの作品に興味を持っている姿が見られて、すごい良かったなと思いました。で、すごい今作品展に向けて頑張ってるんですけど、子どもたちは少しずつクリスマスに向けてのすごい興味があってですね、今日一人の女の子が、もうすぐクリスマスだねっていう会話があったんですね。あ、そうだね、クリスマスだねって、あと1ヶ月後だよねなんて話をしてたら、女の子がクリスマスプレゼントは何々が欲しいんだっていう話があったんですよ。でもなんかその子の給食、今日思い返してみたら、すごくちょっぴり苦手が野菜が苦手なんですけど、こうそれを一生懸命食べてたんですね。で、だからそれをこうちょっと遊んでる時に、あれ、でも今日給食さ、頑張って野菜食べてたよねって話をしたら、そうなの、ママとお約束したんだって、こうちょっと苦手でもいっぱい食べればサンタさんが素敵なプレゼント持ってきてくれるよっていう話を、すごいこうニコニコの笑顔でしてくれて、なんてこう可愛いんだろうと思って、なんかすごく、なんですかね、もう一日幸せでした。で、その後はもうみんなで、もう僕はあれが欲しい、僕はこれが欲しい、私はあれにするっていう、そのプレゼント何がいいかなっていう話をしてたんですけど、先生は何もらうのって子供たちが聞いてくれたんですよね。でも先生はプレゼントもらえないって、だからみんなのプレゼントちょうだいって言ったら、みんな大きな声でやだーって言われちゃったんですけど、何ですかね、もうあと1ヶ月後のそのクリスマスも楽しみにしている子供たちの姿がとても可愛くて、とても一日幸せでした。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。